生命の復活とも言われた大賀ハス。およそ70年前に千葉県にある縄文時代の遺跡から発掘された種を、植物学者の大賀一郎博士がハスが開花させることに成功し、全国に広がったと言われています。伊勢市二見町の池では14年前に数十本の苗を植え、今ではおよそ3万株ほどに増えました。見ごろを迎えた今、大輪の花を一目見ようと朝から見物客が訪れ、眺めたり撮影したりして楽しんでいました。見ごろは今月20日ごろまでということです。